こんにちは。ななです。5日の王将戦では AI 形勢だけを見ると、9割の勝勢を勝ち取りながら最終盤で押されてしまった。まさかの負けでした。藤井二冠らしくない将棋と言ってしまえばそれまでですが、本当に力が足りないわけでは全くなく、むしろ完全に藤井二冠よりの将棋だったのだと思います。誰の目から見ても、実に、171手の長手数で見せてくれたそのせめぎ合いは超一流だからこそのものだったと思います。終盤は緊張感が高まる中祈るように観戦していましたが、豊島竜王の自分を信じ諦めない将棋を見せてもらった気がします。棋聖戦で見事な内容で藤井二冠に棋聖を奪取された渡辺名人はこの対局を見ていたようで、次のようなことを話しています。本局は大熱戦で、特に中盤は内容が濃く、52手目の8五歩が藤井二冠らしい強手で流れを引き寄せました。あのまま藤井二冠が勝っていたらこの一手を挙げるつもりでした。60手目あたりから藤井二冠が優勢で決め手がありそうな局面、詰将棋解答選手権5連覇の実績が示す終盤力を誇る藤井二冠です。ところがなかなか土俵を割らない豊島竜王の粘りに焦ってきた。そのこと自体あまり見たことがない。少なくとも私との対局では見なかった藤井二冠の姿でした。このように分析しています。決め手がありそうで決めない局面を深浦九段は急がず、じわじわ行く作戦で、すごいと言っていたくらいですから、あの時の藤井二冠の心境は知る由がないですよね。王将戦は渡辺名人が王将を持っていますので、そこへ向かう戦いになりますが、この対局を見て、さらに次のように話しています。勝負の分かれ目として挙げたいのが、107手目1号角の直後。藤井二冠は、1九金と豊島陣の香を取りましたが、ここは3九飛が有力で以下、先手にも3七歩の粘りがあって簡単ではないものの、後手の勝ち筋でした。この局面について、長沼八段も同じように3八飛とすれば後手の勝ち筋だったと解説しています。ちなみにこの局面で1分将棋に突入したのでちょっと焦りも出たのかもしれませんが、それでも他の対局では冷静に寄せ切るわけですから、本当に不思議なことが起きていました。序盤中盤ならまだしも、終盤で最も詰将棋の力が活かせる局面まで来たところでの様子に誰もが同じように驚いたと思います。解説の深浦九段は完全に藤井二冠が勝ちをつかみ取ったと感じているコメントをしてくれていました。ちょうど豊島竜王が巻き返してきたあたりから豊川七段が解説となり、これで豊島竜王が勝ったらすごいことですよと興奮気味に言っていたくらい驚愕の展開へと進んでいったんです。対局後、長沼八段は総括して次のように話しています。先手が序盤で一歩損しながら手得でうまく指されていると思いましたが、藤井二冠の34手目8六歩が私には驚きの一手でした。本局はその後も散々驚かされるので驚くのは早かったですが、以下藤井さんがうまく差し回して74手目8九角のところは先手が受けにくいです。その後もうまく指されて藤井さんがどう決めるかと思っていました。しかし豊島さんの粘りがすごかった。玉を上に逃げ出して訳がわからなくなりました。また双方に妙手好手が多く素晴らしい一局だったと言えるでしょう。両者の健闘を称えたいと思います。ありがとうございましたと語っています。私もこんなにすごい対局はなかなか見られないという点は理解できますが、やはり負けたことは悔しいです。感想戦に入ったところで師匠杉本八段の姿が見えたので、さすが重要な対局には付き添ってくれるのねと思って見ていました。こういう時は誰かいた方が本当に気持ち的に救われると思うので、いてくれて本当に良かった。その後のことを師匠は次のように話しています。対局後に藤井二冠と一緒に新幹線で帰宅したというが、
車中の様子について、多少、荒ぶった雰囲気というか、心の動揺が残っている感じで、普段は静かですが、今日の将棋はどうですか？と聞いてきて、序盤のこの手がおかしかったでしょうか？と、珍しく質問をしてきたという。杉本八段は、私も聞かれても困るけど、藤井くんが指したから正しいんじゃないの？と言うしかないと苦笑したと言います。そして、かなり痛い敗戦だったんだろうなって、と、藤井二冠の心中を察していました。このように話していますが、私も、対局後の藤井二冠の様子を見て、いつもとは全く違う雰囲気を感じたので、かなりきつかったのだと思います。そりゃそうですよね。これだけ、大勢の人が注目している対局ですので、負けた姿を見せるのは、本当に悔しいと思います。今回、藤井二冠が不調だったから負けたのではなく、豊島竜王の粘りが突き抜けていたというところが注目なんだと思います。4年目になる棋士人生で8割超えをキープしている藤井二冠が、6連敗する相手なんて他にはいませんから、なんなら同じ相手に2連敗することですら少ないのに不思議です。ただ、永瀬王座があれだけ強いにもかかわらず、藤井二冠に押される理由と似ているようにも感じます。心底その強さを知っているからこそ、疑心暗鬼になって、いつもは選択しない手を選んでしまったり、進め方に迷いが生じたりするのかもしれません。次の王将戦での対局は永瀬王座です。この気持ちを切り替えて、次の対局に臨んでほしいと思います。本当に対局、お疲れ様でした。